はい、電圧ね、180で 90.6 マイクロアンペア、いい感じですね、ここにね。次は200まで上げますから、180から200、0.1、10秒セックで 33.3 になります。まずはここでこう変えると、このステップが変わるよう変えられますんで、これで200まで、でこれを 0.1 で10秒セック、 33.3 ですね。確認してください。まずはボルト189リターンで200まで上げます。で 0.1 ステップ10秒、トータル 33.3 ですね。いいですね。ではスタートで、こんな感じにやって 200kV の時にこの値に近くなればいいです、ね、102.3 とか 102.4 でも、あの場合によってはいいです。その放電してしまって、そのなかなか低い値に戻らなくなって、で、うちのところの場合には、あの JR さん、あのこの日本電子さん、コールセンター、総合コールセンターに電話してどうすればいいですかって聞いて、どうしても下がらなかったらとか、このまま使い続けていくとか、あの相談して決めてます。おそらく101.7 とかがマイクロアンペアだったらいいですけど、もう少しがバカった大きかった場合はちょっと待ったりします。はい、でこれですね、こんな感じになります。